ん違う、ミドリシャンクスはエマゾロと相性最悪やから味方のイメルフィに任せたらいいから。なんで相性最悪なん。ああ、そんなんも知らんとやってんの、もう貸して。部活はレギュラーやのにバウンティーはベンチやな。はあ、ちゃんと見といてな。まず攻撃力上げるためにミルクルを狙うんやけど、この時エンマゾロの属性と歌がスキル使ってるかを横目で見ながら神獣街道の大賛成を見とくんやで。日本語話してる。はい、倒して攻撃力最大です。でこっからどうするかやねんけど、歌狙います。なんでかわかる。わかるわけないか。な、教えたると今歌シールドないからチャンスやねん。でもやっつけちゃうしかないかが残ってる可能性あるから、そこの意識とエンマの動きを見て神獣が来たらそっちに駆けつけて吸収する。はい、これが最低レベルね。バウンティーやめようかな。よし、勝った。まあ、フルスルー降りる時点で気楽やわ。こんな感じやけど、わかった？マサヤの凄さは。まあ、頑張れよ。うっか、部活行くぞ。俺もしっかり練習を教えたる。そこもっと走れや。だってあっちに別のフェーズが。あいつは2人きりでスピードあるんやから、お前とは相性最悪やろ。それよりこっちのカバーするべきじゃない。何？そんなも知らんとやってんの。ごめんね。バウンティーはレギュラーやのに部活はベンチやな。むっか。おい、違うよ。なんで吐き状態のままキングに攻撃してんねん。アホか。はい、キングの動きちゃんと見ろよ。見てるって。はい、やられた。見てない証拠。キング逃げながら戦ってたやろ。多分スキル溜まるの待ってたんやわ。そしてスキルでやられたやろ。はぁ、こいつ。お前今の違うやろ。なんでクロス上げんねん、アホか。ごめんって。相手の動きと相手のスペースちゃんと見ろや。無理か。そんな余裕ないか。てかまずキック力上げろよ。はぁ、こいつ。おい、相手手相と先ハンコックなんやろ。何普通に攻撃しに行ってん。吐き状態ない。何で普通に攻撃したらあかんねん。はぁ、ほんまに言ってんの。わぁわせんといてくれよ。状態異常なるからに決まってるやろ。てか緑シャンクスの特性暗記した。暗記したらいいと思ってる。はぁ、いつになったら使いこなせるんでしょうね。クソ、ベンチが。おい、相手3人おったのに何普通にディフェンスしてんねん。ちゃんと味方まったりとか頭使ってディフェンスしろや。なんで普通にディフェンスしたらあかんねん。ほんまに言ってるよ。敵振りで負けるかに決まってるやん。てかディフェンスのやり方知ってる。やり方知ってたらいけるとか思ってる。いつになったらボール奪えるんでしょうかね。おい、ちゃんとバウンティー教えろや。お前もちゃんとサッカー教えろや。お前だっつうか。何やろ。なあ、あいつらって喧嘩してるん。いや、基本あんな感じです。じゃあ無視でいいか。はい、全く問題ないです。お前の教え方が悪いんやろか。